ライブアライブの原始編に登場する隠しボスといえばキングマンも、ライブアライブ屈指の強敵で、倒すと王者の牙を手に入れることができるほか、稀にチートアイテムとして知られる甲羅の瓶をドロップすることでも有名ですが、レベルが低かったり、回復アイテムが少なかったり、準備が不足していると倒すのが一苦労ですよね。ということで今回は、このキングマンも楽々倒せるように、ほぼ限界までレベリングしてみたいと思います。今回原始編でレベリングする場所は空賊の集落。このエリアでは、ベルが生贄として捧げられている場所に通じる道以外の横穴に入ると空賊とエンカウントしますが、この空賊は戦闘で一度倒しても、新たな空賊が延々と横穴から出現し続けます。なので適当な横穴に入ったら、そこから移動することなく A ボタンを連打しているだけでレベリングできます。それではレベリングを開始します。レベル16でドデゲス伝を習得。ボゴが覚える技はこれが最後になります。あとはひたすらステータスを上げていくだけですね。レベル19で物理攻撃がカンスト。レベル24で物理防御がカンスト。ボゴは見た目通り物理系ステータスのカンストが早いですね。HP の伸びも早くレベル27でカンスト。敵の物理攻撃に対して打たれ強いキャラと言えそうですね。レベル28で素早さが、レベル29で特殊攻撃がカンスト、レベル54で特殊防御がカンスト。命中と回避は1ずつしか上がらないので99になるには時間がかかりそうですね。レベル89で命中がカンスト。レベル91で回避がカンスト。これで全てのステータスが99になりました。これ以上ステータスは上がりませんが、もちろんレベルもカンストさせます。ということでポゴのレベルが99になりました。これでキングマン猛戦の準備はバッチリ整ったと言えるのではないでしょうか。ちなみにゴリはレベル99になっても素早さがカンストせず30止まりです。まあ特に問題はないでしょう。ポゴの装備ですが、原始編で揃えられる最強装備に加えて、アクセサリーの枠に物理攻撃が上昇する獣の牙を5つ装備させています。小手先のテクニックに頼らず、物理攻撃で持ってタコ殴りにする作戦です。それでは早速キングマンモーと戦っていきたいと思います。ボゴが使用できるドデゲス伝はためなしで敵単体に大ダメージを与えられる代わりに、使用後はボゴにデバフがかかって場合によっては危険な技ですが、
842ダメージ。一撃でキングマンモーの HP を8割以上削りました。ゴリの117ダメージもキングマンモーに対しては決して悪くないダメージですが、レベル関数とからのドデゲスデンが強すぎます。それに対してキングマンモーの反撃、大噴火は20前後のダメージ。2回目に至ってはミスとダメージ2です。これはもう勝負ありと言ってもいいでしょう。2回目のドデゲスデンは命中にデバフがかかっているためか3ヒットしかしませんでしたが、それでも376ダメージ。敵に回復する暇も与えず圧勝でしたね。コーラの瓶もゲットできて御の字です。ではせっかくなので原始編のラスボス、ODOとも戦っていきましょう。キングマンモー戦同様に初手からドデゲスデンを使用していきます。951ダメージ。関数とダメージこそ出せませんでしたが、 ODO 早くも瀕死。結果は見えていましたが、 ODO ももはやただのトカゲです。キングマンモー、ODO と戦いましたが、どちらもあっけない幕引きでした。ロゴが戦えるこれ以上の敵というと、通常であれば最終編のラスボスくらいしかいませんが、それは配信規約の関係で残念ながらお見せすることができません。しかし今回の動画はここで終わりではありません。レベル99になりました。もう思い残すことはありません。以前、ライブアライブ HD2D リメイクの体験版でおぼろ丸のレベルを99まで上げる動画を投稿しましたが、レベル99に上げたおぼろ丸もまた、幕末編の隠しボスたちに対して圧倒的な力の差を見せつけていました。ということで体験版でレベル99に上げたおぼろ丸と、先ほどレベル99に上げたポゴを最終編で戦わせてみたいと思います。体験版でおぼろ丸のレベルを99まで上げた動画のリンク先は概要欄に貼っておきますので、もし見ていない場合はそちらもぜひご覧ください。主人公はポゴを選択。
おぼろ丸は最終編、魔王山手前の盾札を調べると姿を現し、主人公にしたキャラとの1対1の勝負に勝つことで仲間になってくれます。おぼろ丸との戦闘についてですが、敵として出現した場合使用スキルや移動など、おぼろ丸の行動パターンがどうしても単調になってしまいます。なのでこちらも回復なし、使用スキルを一つだけに絞って単純に殴り合いたいと思います。午後に使用させるスキルはキングマンモー戦でも活躍した、ドデゲスデン。おお、5回ヒットの332ダメージ、これは強い。圧勝してしまうのか。おぼろ丸は技のために入りました。その間にこちらは2回目の攻撃。やはり1回目の攻撃による反動デバフが効いている模様。ヒット数1、ダメージも37しか出ていません。おぼろ丸はヤグルマソウをヒットさせポゴに137のダメージ。ダメが長い割に大したダメージが出ていませんね。ドデゲスデンの反動によってポゴは明らかに弱体化しており、初手のようなヒット数ダメージが出せません。おぼろ丸はための長い大技ばかり使用してきますが、ポゴの弱体化のせいもあってか確実に攻撃を当ててきます。ヤグルマソウ。ヤグルマソウ。忍法ヤグルマソウ。ここでいよいよポゴの HP がおぼろ丸の HP を下回りました。
見える。忍法矢車操おごは瀕死。おごろ丸の次の攻撃が来る前に相手の HP を削り切ることができるか。なんと3連続攻撃ミスでやられてしまいました。やはりデバフのかかるドデゲスデンのみでは無理があったようです。ということで戦法を変えてもう一度挑戦します。覚悟。今回は威力は低いですが2ヒットを狙えるドカドカを使用していきます。ドカドカ。デバフがかかる前のドデゲスデンほどの大ダメージはありませんが、オボロ丸がための長い技を使ってくるのでそれをキャンセルすることができます。先ほどの戦闘と違ってあまりに一方的な展開。同じレベル99とは思えません。なんとおぼろ丸に一度も攻撃させることなくポゴが勝ってしまいました。ある程度行動パターンが単調なのは仕方ないですが、おぼろ丸がもっと距離を取って攻撃を仕掛けたり手の速い攻撃をしてきていたら状況は大きく変わっていたかもしれませんね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。共にいかぬか